石橋通宏君。立憲民主・社民の石橋通宏です。私は会派を代表し、ただいま議題となりました、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対し、岸田総理に質問いたします。本年7月8日、参議院選挙応援演説中の安倍晋三元総理が、山上容疑者の銃撃によって命を奪われました。改めて心からのお悔やみを申し上げます。しかしその後、この日本国民に衝撃を与えた事件の背景に、旧統一教会による深刻な被害が、今もなお存在していた事実が明らかになりました。私たちは30年以上に及ぶ政治の不作為によって、旧統一教会による甚大な被害、家族崩壊、人生破壊、2世の皆さんに対する悲惨な人権侵害を許してきた重大な責任を痛感し、一日も早く真に実効性ある法制度を作り上げる責任を果たさなければなりません。まず岸田総理に過去の反省と被害者の方々への責任、そして私たちに課せられた極めて重たい責務をどう胸に刻み、この法案を提出され、この審議に臨んでおられるのか伺います。岸田総理が被害者に対する責任を痛感しておられるのであれば、これまでに少なくとも22件の民事上の不法行為が裁判で確定してきた事実を踏まえ、すぐにでも旧統一教会に対する解散命令請求を行うべきです。また同時に、2015年の旧統一教会の名称変更が、旧統一教会の実態隠しに加担して、被害を拡大、継続させてしまった問題について、当時の下村文科大臣の関与を含め、文化庁宗務課における旧統一教会とのすべてのやり取り、政府内での検討プロセスを明らかにするよう命ずる決断をすべきです。岸田総理の答弁を求めます。私たち立憲民主党は、7月末にいち早く旧統一教会被害対策本部を立ち上げ、これまで30回以上に及ぶ会合やヒアリングを重ね、被害の実態、現行法制度による救済の限界、具体的な救済の方策等について、真摯な議論を積み重ねてまいりました。特に、被害当事者や支援者、有識者のヒアリングに力を入れ、20人以上の2世被害者の方々から、苦しく、悲惨な被害実態をお聞きしてきました。今、その被害当事者の方々や、長年その支援を続けてきた弁護団や支援団体の皆さんが、政府案で本当に被害者救済ができるのかと心配の声を上げています。岸田総理、法案の審議が参議院に回ってきたこの時点でも、被害当事者の方々がまだ不十分だと訴えておられる声に、総理はどうお答えになるのか、被害当事者の方々がこれなら救われると思っていただける新法になるよう、最後まで努力する覚悟がおありか、見解を伺います。その上で、以下法案についての懸念点を具体的に指摘していきます。第一の懸念は、政府が本法案による規制の対象を、個人から法人等に対する寄付行為に限定してしまったことです。政府はなぜ規制の対象を法人等への寄付行為にのみ限定したのか、これによって、教団との関係性の立証が被害者側には難しい個人の勧誘者が規制対象にならず、救済ができなくなる問題は生じないのか、総理に伺います。第二に、本法案が寄付行為一般を規制対象にしてしまっていることです。そのため、NPO や NGO などの非営利組織までもが規制の対象になり、ただでさえ脆弱な日本の寄付文化にマイナスの影響を及ぼすことが心配されています。政府はなぜ寄付行為一般を規制対象にしてしまったのか、それが寄付文化への萎縮をもたらさないことをどう担保するのか、ご説明ください。第三に、政府案が規制対象を寄付に限定し、その定義に無償要件を付していることです。その結果、いわゆる税関商法等による被害が救済対象とならない懸念が生じています。不当な勧誘でマインドコントロール下に置かれ、通常の判断ができない状態で、数百円程度の壺や経典などを数百万、数千万で購入するような場合は、正当な商取引とは言えず、本法案による規制、救済の対象にすべきだと思いますが、対象になるのかならないのか、無償要件を付した理由も含めて、担当大臣の説明をお願いします。第4の懸念は、法案第3条が禁止規定ではなく、配慮義務にとどめられていることです。私たちはこの配慮義務を、
禁止規定にすべきだと訴え、修正を求めてきました。総理は、禁止行為は要件を可能な限り、客観的で明確なものとして規定すべきと指摘していますが、第3条の3つの配慮義務、特に1号と3号については、すでに過去の旧統一教会に係る裁判の判例で、同趣旨の内容が認定されています。また、3号講談は、公益法人法17条3号とほぼ同じ規定ですし、同法第17条4号では、いわゆるバスケットクローズが置かれ、より抽象的な規定が禁止行為とされています。本法案で禁止行為とできない理由はないはずですが、なぜかたくなに禁止行為にしないのか、より詳細な説明を求めます。なお、本日衆議院において、第3条の規定に十分なを加え、十分な配慮とする修正が加えられました。また、配慮義務の人種にかかる勧告や公表、報告の求めについても修正が加えられました。これらの修正によって、いかなる法的な効果と行政の対応が生じるのか、政府の受け止めをご説明ください。懸念の第5は、寄付の勧誘に際してという要件の解釈です。これが、一回一回の寄付行為が行われるたびごとに禁止行為が行われ、困惑して寄付したことを被害者側が証明しなければならない規定だとすると、旧統一教会の被害実態、つまり当初は困惑して入信しても、その後洗脳によって次第に義務感、使命感を感じて、進んで寄付や勧誘を行う状態に置かれているケースが、救済対象にならない懸念があるからです。岸田総理は、入信前後から寄付に至るまでが、一連の寄付勧誘であると判断できる場合は対象になると述べ、さらに一連の寄付勧誘と判断できない場合でも、入信時に抱かされた不安が継続している場合に、法人等がこれに乗じて寄付の勧誘をすれば、取消権の対象になると答弁しています。そこで確認ですが、入信前後から寄付に至るまで、一連の寄付勧誘であると判断できるのは、具体的にどのような場合なのでしょうか。また、不安が継続していて、勧誘側がその不安に乗じているという条件には、マインドコントロール下で、寄付の時点では不安を感じずに、進んで献金をしている場合も対象になるのか、ご答弁ください。第6の懸念が困惑要件です。先に述べたとおり、旧統一教会の典型的な手法では、マインドコントロール下に置いた状態で、義務感や使命感で寄付をさせます。実際に献金する際には、困惑状態にはないのが一般的なのです。岸田総理は衆議院で、いわゆるマインドコントロールによる寄付については、多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものといえ、消費者契約法改正案と新法の取消権の対象になると答弁しました。しかしここでも、不安を抱いていることに乗じてという枕言葉が付されていて、義務感や使命感で寄付を繰り返し行っている状態が、取消権の対象になるのか疑問が残ります。総理、旧統一教会の被害者が、この困惑要件のために、救済から除外されることはないということを、ここで明確にご答弁ください。やはり困惑については、消費者契約法の逐条解説を条文化すべきです。岸田総理は、逐条解説の切り張りを条文化することはできないと答弁していますが、逐条解説では、困惑とは困り戸惑い、どうしてよいかわからなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況と定義をされていて、切り張りではなく、条文化できない理由はないのではないでしょうか。総理、お答えください。第7は、禁止行為第6号の要件に、必要不可欠との規定があることです。マインドコントロール下に置かれている信者に対しては、法人側はもういちいち必要不可欠と告げたり、それに類する言動を行う必要もないために、この要件がかえって、現行より救済対象を狭めてしまう懸念すら、弁護団から指摘をされています。岸田総理は、必ずしも必要不可欠と、そのまま告げる必要はなく、勧誘行為全体として、それと同様の必要性や切迫性が示されている場合には適用可能で、多額の寄付に至るような悪質の勧誘事例の多くは、そのような必要性や切迫性を有していると説明しています。そうであれば余計に、必要不可欠と書く必要はなく、必要と書けば足りるし、それで曖昧な場合は、必要性または切迫性を書けば足りると考えますが、総理の説明を求めます。また、厄払いなどが対象となり得る可能性があるとの答弁もありますが、一般的な厄払いは、霊感により不安を煽り、困惑させという他の要件から外れるので、対象となる可能性はないはずです。
担当大臣の説明を求めます。第8は、借り入れ等による資金調達の要求の禁止についてです。旧統一教会による被害実態では、資産等を処分して献金するだけではなく、資産等そのものを寄付してしまう例も多く見られています。また、寄付行為の勧誘の度ごとに、明示的に借り入れや資産等の売却を法人等の側が要求していたことが要件だとすれば、旧統一教会の被害には対応できない懸念があります。この点、資産等をそのまま寄付することは禁止の対象になるのか、寄付の勧誘の際には、明示的に要求がなかった場合も対象になるのか、総理ご説明ください。懸念の第9は、時効の問題です。信者の多くは、長期間にわたってマインドコントロールから解けず、寄付行為を続けています。山上容疑者の母親も、今も熱心な信者であることが伝えられています。となると、現実の問題として、政府案の時効10年では短すぎるのではないでしょうか。せめて民法と同じ20年にすべきだと考えますが、総理の説明を求めます。懸念の第10は、この法案の債権者代位の特例では、被害信者のご家族、とりわけ長年にわたって深刻な被害を受けてきた2世信者の方々がほとんど救済されないことです。岸田総理も3名の2世信者の方々とお会いしたと聞いていますが、その2世信者の方々の多くが、債権者代位では救済されないと訴えている事実をどう受け止めておられるのかお答えください。総理は、成人してからも遡って未成年時代の扶養義務等にかかる定期金債権を取り戻すことができると答弁しています。しかし、過去に遡って債務者たる親信者が禁止行為によって困惑した状態で寄付行為を繰り返していたことを立証することは極めて困難ですし、2世被害者の保護者の多くは、いまだに熱心な信者であり、立証の協力を得ることは不可能です。総理、債権者代位で本当に実効性ある救済は可能なのか、ぜひ2世信者の方々に具体的にご説明ください。私たち立憲民主党は、維新の会と共同で提案した悪質献金被害救済法案で、後見人制度の補助制度を参照した特別補助制度を提案しています。この手法を使えば、マインドコントロール下に置かれて、寄付を続けてしまう親信者の寄付行為を止め、家族の破綻や権利侵害を防ぐとともに、不当な寄付を取り戻すことができるようになります。総理は、第三者が幅広く本人の行った契約や意思表示の取り消しができるとすることは、財産権の侵害の観点から適当ではないと述べていますが、私たちの案は、幅広く取り消し権を認めるものではなく、特定財産侵害行為が認定された場合に限り、その悪質な禁止行為を行った加害者への寄付行為に限り、被害者本人の保護を確保することを目的に、極めて厳格かつ、限定的に適用されるものです。岸田総理、本気で2世被害者を救済しようと思うなら、政府はこの案をこそ採用すべきだったのではないでしょうか。今後、ぜひ私たちの案を検討していただきたいと思いますが、答弁を願います。最後に、念書やビデオ証拠の問題について確認をいたします。衆議院での答弁で、総理は、困惑状態でサインした寄付の一部の返金の和解の合意や、寄付の返金を求めない旨の念書は、公序良俗に反して無効になり得ること、念書の作成やビデオ撮影が勧誘の違法性を基礎づける要素となり得ることなどを改めて述べています。しかし、この答弁でも、困惑状態でという条件が付されていますが、マインドコントロール下に置かれ、念書等を作成した時点では、何の疑問も持たない状態である場合にも、総理の説明は通用するのか、ぜひ確認答弁を願います。以上、いまだ残る政府案の懸念点について質問をいたしました。冒頭、岸田総理にお聞きしたとおり、これまで30年以上に及ぶ政治の不作為で、数多くの日本国民が旧統一教会による被害に遭い、幸福追求権や、そして生存権、2世たちの信教の自由などが侵害され続けてきました。私たちには、その反省を胸に、被害当事者の方々、長年苦しんでこられた2世やご家族の方々、そして被害者を懸命に支援してこられた弁護団や支援者の方々が、これでようやく救済されると実感し、喜んでいただける法制度を作り上げる責任があります。
岸田総理、そして与党の皆さんにも、この参議院でも最後まで充実した審議を尽くして、被害者救済のためにさらに良いものをみんなで作り上げていく努力をすることを要請し、私の代表質問を終わります。ありがとうございました。岸田文雄内閣総理大臣。石橋通宏議員のご質問にお答えいたします。新法案の審議に臨む姿勢についてお尋ねがありました。過去数十年にわたり旧統一教会の被害が続いてきたことについては、政府として深刻に受け止めなければならないと考えております。このため政府としては旧統一教会問題に関し、宗教法人法に基づく報告徴収質問権の行使等を通じた事実把握実態解明、相談体制の強化等による被害者の救済、今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しという3つの対策を並行して進めていくこととしております。その中で政府としては改正法案および新法案の早期の成立により、早期の被害者の救済と被害の再発防止に万全を期すべく、参議院においても丁寧にご説明し、最大限努力してまいりたいと考えております。旧統一教会について、解散命令請求や名称変更にかかる経緯の公表についてお尋ねがありました。旧統一教会については、ご指摘の解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収質問権を行使するとともに、弁護士の団体等からの情報も得て、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにする必要があり、その上で法律にのっとり、必要な対応を行ってまいります。また、名称変更の認証申請の過程については、2015年に申請が行われ、所轄庁において、当該申請の内容が法令に規定された要件を備えていることを確認し、認証の決定を行ったと報告を受けております。ご指摘の文化庁における旧統一教会とのやり取り等の情報の扱いについては、文部科学省において関係法令にのっとり適切に対処すべきであると考えております。新法案の実効性を高めるための努力についてお尋ねがありました。新法案では、現行の日本の法体系の中で許される限り最大限実効的な法案とすべく、消費者契約法に当たらない寄付も含め、社会的に許容しがたい悪質な寄付の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告命令等の行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け困惑した中で行われた寄付の意思表示には瑕疵があることから、寄付者を保護するため取り消しを認める制度としております。さらに寄付の勧誘にあたっての配慮義務を定め、これに反するような不当な寄付勧誘が行われた場合には民法上の不法行為認定やそれに基づく損害賠償請求の容易化を図ります。この配慮義務規定については衆議院での議論も踏まえて、十分に配慮を行うよう、法人等に求めるとともに、勧告、報告徴収の対象とするなどの修正も行われたところであり、さらに実効性が高まっていると考えております。この新法案とすでに提出した消費者契約法等の改正法案により、多くの被害者の救済を図ることができると考えておりますが、さまざまなご指摘をいただいていることも承知をしております。法案の趣旨や解釈について丁寧に
ご説明するとともに、法案が成立した後においても、法律の解釈の周知に努め、実効性を高める努力を続けるなど、さまざまなご指摘に対しても、最大限丁寧に対応してまいります。新法案の寄付の勧誘行為に係る規制対象についてお尋ねがありました。寄付の勧誘をしている者が個人であっても、法人等の行為と評価される場合には、新法案の規制対象になります。具体的には、法人等の代表者、役員、または使用人等が行った勧誘行為は、法人等が行ったものと認められることになります。また、宗教団体と委任や雇用関係がない信者が、当該宗教団体への寄付の勧誘行為を行った場合においても、宗教団体と当該信者間の明示または目次の契約の有無など、使用人と同等程度の法人との関係性がある場合には、法人等の行為と評価することができ、新法案の規制の対象になると考えております。また、現在、社会的に問題となっているような悪質な寄付については、被害者において、法人等と表向きの寄付の勧誘者との関係を全く立証できないということはないのではないかと思いますが、こうした点も含めて、被害回復の相談に応じることができるよう、体制の充実等を図ってまいります。寄付行為一般を対象とした理由及び寄付文化への配慮についてご質問がありました。新法案は、宗教法人以外が行う不当な寄付勧誘も対象とすべきもので、宗教法人に絞る必要はないと考えております。また、新法案においては、法の運用にあたっては、NPO 法人等、さまざまな法人の活動における寄付の重要性に留意しなければならない旨、規定をしております。本法案における禁止規定は、社会通念上、悪質不当な勧誘行為と考えられるものであり、配慮義務も、まっとうな寄付を募っている法人等であれば、当然に配慮されているものに限っています。そのため、通常の法人であれば、寄付の勧誘に支障があるといったことはなく、寄付文化の醸成に対する不当な抑制にはつながらないと考えております。むしろ、不当な寄付の勧誘行為が防止されることによって、寄付への理解や寄付勧誘への安心感が高まること にもつながりうると考えられます。そして、配慮義務を禁止行為とすること、および配慮義務違反の立証についてお尋ねがありました。禁止行為は、法人等がどのような行為をしてはならないのか、明確に認識できるよう、その類型および要件を可能な限り、客観的で明確なものとして規定すべきと考えられます。こうした中で、現在の規定は、いわゆるマインドコントロールによる寄付について、現行の日本の法体系の中で、許される限り最大限、禁止行為や取消権の対象とするとの方針のもと、規定を行ったものです。一方、配慮義務については、適切な判断をすることが困難な状態と、勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態を規定しています。これはいかなる行為によるものであったとしても、寄付勧誘の際には、そのような結果をもたらさないようにすべきという規範を示すものであり、禁止行為とする場合よりも、こうした結果を招くより幅広い行為を捉えることができるため、民法上の不法行為認定、およびそれに基づく損害賠償請求を容易とする効果が高いと考えております。このように、禁止規定について、最大限規定を行った上で、さらに配慮義務の規定を行っておりますが、仮に
配慮義務を法人等の禁止行為として具体化した場合には、現在禁止規定としている規定、現在禁止規定として規定しているものと同様の内容になると考えております。なお、ご指摘の公益法人法第17条の禁止行為は、遵守していない場合に、公益認定の取り消しにつながりうるという効果につながるにとどまることから、最終的に刑事罰にもつながる新法案における禁止行為の規定と一概に論ずることは困難であると考えています。加えて、公益法人法の禁止行為と異なり、新法における禁止行為は、寄付の取り消し権と紐づいているものもあります。このように、法律の趣旨が異なるものであることから、公益法人法の禁止行為規定と新法の禁止行為規定を同様のものとして論ずることは困難であると考えております。そして、取消権行使の要件についてお尋ねがありました。ご指摘の一連の勧誘行為と判断できる場合は、例えば入信当初に身内の不幸などを挙げて不安を煽られ、教義と称してそのような不安に乗じて、身内のさらなる不幸等の不利益を回避する手段を教え込むことで、この困惑させるような場合は該当しうると考えられます。また、一連の勧誘行為と判断できない場合であっても、入信時に抱かされた不安が継続している場合には、法人等がこれに乗じて寄付の勧誘をすれば、新法の第4条第6号の不安を抱いていることに乗じての要件を満たすことから、取消権の適用対象になると考えております。こうした場合において、自分が困惑しているか判断ができない状態で献金を行ったとしても、その状態から脱した後に、本人が主張して取消権を行使することが可能な場合はあると考えられます。同様に、寄付当時は自分が困惑しているか判断できない状態で、外形的には義務感や使命感で寄付を行っているように見える場合でも、先ほど申し上げたとおり、後から冷静になって考えると、不安に乗じられ困惑していた寄付だったと気づいたということであれば、そのような主張、立証を行って、取消権を行使することが可能であると考えられます。旧統一教会関係の被害者は、このような被害例が多いと考えられることから、多くの被害者が本法案を活用することで救済されうるものと考えております。なお、逐条解説を条文化すべきではないかとのご指摘ですが、困惑を分かりやすく解説したものが、ご指摘の逐条解説であり、表現を入れ替えたとしても、何ら法的な効力に変更はないと考えております。加えて、法律を分かりやすく解説するための表現と、要例等を踏まえて規定される条文上の用語は、おのずから異なるものであると考えられます。一方で、困惑に該当する事例などを、さらに分かりやすく法律の解釈等において示すことは、法律の実効性を高めるために有用であり、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。そして、必要不可欠の要件についてお尋ねがありました。議員ご指摘のとおり、必要不可欠の要件は、必ずしも必要不可欠という言葉そのままに告げる必要はなく、勧誘行為全体として、それと同等程度の必要性や切迫性が示されている場合には、適用可能と考えている旨、先日、衆議院において答弁を申し上げました。他方、ご指摘のように、単に必要とすると、ご指摘のような曖昧さのみならず、厄払いなど、一般的に許容されている宗教活動等にまで対象が広がってしまいかねず、規制の範囲が広がりすぎる恐れがあります。また、必要または切迫性がある旨、規定すれば足りるのではないかとのご指摘でありますが、
必要不可欠とは、必要性と切迫性の双方が必要な概念であり、ご指摘のような規定を行った場合、やはり規制の範囲は広がりすぎると考えております。資金調達要求の禁止規定についてお尋ねがありました。新法では、居住用不動産や個人等の生活の維持に欠くことのできない事業用資産について、法人等の側からあえて寄付者に処分による換金という手間をかけさせて寄付するよう要求する行為を禁止しております。他方で、居住用不動産や事業用資産そのものを寄付するよう要求する行為は禁止しておりません。これは、こうした資産をあえて換金までして寄付を求める行為は、より悪質性が高いと考えられることに着目したものであります。また、寄付勧誘の際に、こういった資産の売却の求めがなく、自発的に売却し、寄付を行った場合には、寄付勧誘者が第5条に抵触することはない一方で、そのようないわゆるマインドコントロール状態にある人に対する寄付勧誘については、第4条の禁止行為に該当する可能性も高く、また、家族も居住している不動産を寄付する場合には、個人またはその配偶者、もしくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務に反する、このように考えられます。取消権の行使期間についてお尋ねがありました。民法では、詐欺や脅迫に関する取消権を20年と設定していますが、新法案ではこれに該当しない行為についても、一定の悪質性が認められる場合には、取消権の対象としております。このため、取消権の行使期間については、民法よりも取消対象が広がることとの比較考慮で短くなりますが、一方で、いわゆるマインドコントロールから脱するために、相応の期間を要する事例があることを踏まえ、寄付の意思表示をしたときから10年間とするなど、それ以外の消費者契約法の取消権の行使期間より、この長い期間を設定することとしております。債権者代位権の特例についてお尋ねがありました。ご指摘の野党案については、すでに国会に提出された法案であり、政府の立場から意見を述べることは控えますが、政府提出の新法案においては、自ら権利を保全するために必要な範囲で、他者の権利を行使することを認める制度である、債権者代位権を活用しやすくしており、これによって個人の財産権を侵害せず、今後発生する債権も含めて、家族らの被害救済につなげることができると考えております。一方、債権者代位権は使いにくいとの指摘があることから、債権者代位権の適切な行使に向けて、法テラスと関係機関が連携した相談体制の充実を進めてまいります。また、配慮義務の規定では、寄付の勧誘にあたって、寄付者やその配偶者、扶養親族の生活の維持に関する配慮義務を規定しております。これにより、家族自身を当事者とした民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求が容易となり、家族の被害救済の実効性を高めることができると考えております。なお、扶養債権の範囲を超えて、家族を含めた第三者が幅広く本人が行った契約や、意思表示の取り消しができるとすることは、個人の財産権の侵害の観点から適当ではないと考えております。マインドコントロールの下でサインした念書の有効性についてお尋ねがありました。当時は自分が困惑しているか判断できない状態で、何の疑問も持っていないような状態であったとしても、その後脱会して冷静に考えると、当時不安に乗じられ困惑していたということであれば、そのような状態でサインした
寄付の一部の返金の和解の合意や、寄付の返金を求めない旨の念書は、公序良俗に反するとして、無効の主張、立証をすることが可能となりうると考えております。そして、残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。河野太郎国務大臣。高額の壺や経典の販売にかかる本法案の規制対象についてお尋ねがありました。ご指摘のような壺や経典の購入といった売買契約については、消費者契約法の対象となり、不当な勧誘行為により困惑して契約した場合には取り消すことが可能です。また、民法上の不法行為認定やそれに基づく損害賠償請求の対象ともなります。また、安価なものを法外な高値で売買するような契約については、個別具体的な事案によるものの、新法の適用を逃れるために外形上売買契約の体裁を取ったに過ぎないと判断される場合には、その実態は寄付と認められ、新法の適用対象となり得ると考えています。衆議院における修正提案についてお尋ねがありました。第3条に十分にとの文言を加えることによって、法人等が個々の寄付対象者の状況や実態に応じて、道場各号に掲げられる事項について、法人等の配慮義務への注意をさらに促し、道場の実効性が高まる効果が見込まれるものと考えます。厄払いが対象となるか否かについてお尋ねがありました。一般的な厄払いについては、不安をあおることはあまり想定できないかもしれませんが、不安を抱いていることに乗じてに該当する場合は、相当程度存在すると考えられます。安江。